カキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。皆さんが一度は触れたことがあるプチプチ、なんか割れ物とかを包むあれです。あのプチプチに実はね、すごいたまにハート型のプチプチがあるらしいんですよ。そう、というのも少し前にダウンタウンの松本人志さんがツイッターで見つけたってつぶやかれて、僕もそれで知ったんですよ。で、今日はこれを買いました。プチプチ1ロール。はい、アマゾンで結構デカめのやつを買ってみました。まあこれ1万粒くらいあるよね、多分。ただ本当にこのプチプチでもあるといいんだけどね。でね、ネットで調べたら、どうやらそのハートのプチプチは川上産業っていうところが作ってるプチプチ、多分これはそこで作られたものだと思うんですけど、まあ開けてみましょうか。ほら、頼むぜ。これ見つけるの大変だな。これウォーリーを探す的な感じだよね。はい、見ての通りこんな感じですわ。こんな中にハートが混じっているかもってことですよね。ちょっとストップウォッチで測ろっか。もしかしたら3秒ぐらいで見つかるかもしれないから。いきます。レディーゴー。ハート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 。幸せをつかむんだ。なんか幸せらしいですよ、マジ。幸せのプチプチハート。あ、これやばい、これめっちゃやばいわ。ちょっとやそっとじゃ見つかんなそうっていうか、静電気やばないぞ。なんか一回りちっちゃくなってハートになってるっぽいんだよね。本当にあんだよね。あ、これ見やすい。これ見やすい。本当にあるのかな、このプチプチ。なんか怪しいのはあるんだけどな。これハートじゃないよな。これ怪しいよな。ちょっと怪しいとこだけ切り取っていこう。ない。ただね、なんか一つ法則があるっぽくて、片側のこの一番端っこの方に定期的にちょっと変な形のやつがあるんですよ。ちょっと見えづらいと思うんですけど、これちょっと変じゃないですか。そう、松本人志さんのプチプチもこんな風に一箇所だけ一回り小さくてハートの形だったんですよ。そう、これはね、定期的にあるんですよ、同じ列に。なんだけど全部こういうなんか三角、これただの三角だよね。ただほら、大きさが明らかに違うから怪しいんだけどね。で、30分くらいかけて怪しかった2つがこの2つなんですけど、あー、でも三角なんだよね、多分これ。まあ三角だわな。形整えてもハートにはならない。で、僕が一番怪しかったのがこれ。ちょっとハートっぽいんだけど、なんか潰れちゃってんだよね、これ。まあでもやっぱ三角っぽいよね。だからもしかしたらこの三角がハートになってることがたまにあるっていうことかもしれませんね。というわけで、いやー悔しいな。これだけ探してなかったってのが悔しいわ。見つけたよとか、写メありますとかいう方、ツイッターでお待ちしております。このヒカキン TV、 よければチャンネル登録お願いします。そして他の動画も、関連動画などからぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初をブンブン、じゃんけんポン、バイ。